皆様こんにちは。今回は Android スマートフォンやタブレットでスクリーンショットを撮る方法をご紹介させていただきます。そもそもスクリーンショットとは Android の画面表示を1枚の写真として残したものです。スクリーンショットの活用方法は様々ありますが、例えばアプリなどでエラーの警告が表示された際にスクリーンショットを撮っておくことでどのようなエラーが起こったかをアプリ提供者に写真で知らせることができます。今回のスクリーンショットを撮る方法は基本的には Android 4.0 以降のスマートフォンやタブレットで共通して利用できます。スクリーンショットを撮る方法は Android スマートフォンやタブレットの電源ボタンとボリュームの下げるボタンを同時に長押しするだけです。長押しといっても1秒程度で、すぐにボタンを離してしまうと撮れないので注意してください。スクリーンショットが撮れるとシャッター音とともにスクリーンショットを撮った時のアニメーションが表示されます。また通知領域にもスクリーンショットが表示されます。スクリーンショットを撮る方法は以上で、とても簡単です。スクリーンショットで撮った写真は Android のアルバムアプリやGoogle フォトで見ることができ、そこからメールや SNS に添付したりもできます。スクリーンショットのファイル形式は PNG で、実際のデータファイルは Android 内部のピクチャーフォルダーの中にあるスクリーンショットフォルダーに保存されます。以上、 Android スマートフォンやタブレットでスクリーンショットを撮る方法のご紹介でした。